今の日本の賃金体系ってだなんていうのかな、誰がどういう仕事をやるかっていうのはすごい曖昧で、ジョブディスクリプション職務定義書もないまま、とりあえず職場のためにみんなで働くっていう、みんなでこう会社の組織のために働くっていう前提でやってるんですよね。だからそのどっからどこまで終わらせたら帰れるとかじゃないので、こうお見合い残業になっちゃうんですよ。わかりますね。なんかちょっと自分の仕事終わったから9時ぐらいに帰ろうとすると、いやみんな頑張ってんだから君も頑張るよみたいな感じで、全くなんかこう成果ってものがなくて、みんな横にいるからお前も横にいろみたいな感じで残業させられてましたね。でいいマネージャーっていうのは早く仕事終わったやつに残ったやつ振るんですよね。あ、そうそう。早く終わらせたらどんどん仕事が増えるだけで、だからそのでもそういう働き方多いで、個人の成果を一番合理的に測る方法って実は時給管理なんですよね。だからその今回 そのホワイトカラーエグゼンプションとかこういう残業ゼロにするんであれば、本当は賃金体系自体は変えないといけないんですよ。あの職務給というかそのもう職務定義書にして、でそれはイコール労働省流動化になっちゃうので、できる人はどんどん転職しますから、だから多分厚労省はそれが一番嫌だと思うんですよ。で、まあ、いわゆる日本的非雇用慣行っていうのが限界に来てるって話はもうねおなじみの話で、その経済学の中ではもうそれこそそんな日本的雇用慣行を守るって人はいないわけですよね。ところがこれ厄介なことに、厚生労省の審議会のメンバーなんか見てると8割以上は労働法学者なんですねこの人たちは全く違うカルチャーなんですね、これがね。今の権利をいかに守るかということしかないので本当ダメですね、あの人たちは。でまあそのね、いや僕ははっきり言って個々の労働者がね強いか弱いかっていう発想で考えると、まあ確かにね個々の労働者の立場が弱いってことは事実だと思うんですよ。だからそのこの弱い労働者を助けましょうっていう、そこだけ見たら正しいように見えるんだけど、じゃあ日本経済全体として見たらこれ本当にそれによって労働者全体が生活良くなるのかということをちゃんと考えなきゃいけないと思うんですね。というのは今回のいわゆる残業代ゼロでも出てきている話は、まあ、1000万以上のホワイトカラーですよね。でそういう世界っていうのは別にその残業をたくさんやったら生産性上がるっていう世界じゃないわけですよね。もうみんなコンピューターでネットワークでつながってたら家から勤務したりする人もたくさんいるわけで、そもそも残業時間なんかはもう意味ないと、新聞記者が一番いい例ですよね。そういう社会にこうどんどんなってきていて、しかも日本がこれからその新興国と競争しなきゃいけないっていう時にね、はっきり言ってその残業時間で飯食ってるような労働者ってのはもうどんどん新興国に食われてってるわけですよね。そういう情勢認識も役所とか労働組合にはないんですかね。労組はないですよね。労組もない。労組はないですね。僕は労組の方が理解あると思ってたんですけど、いろいろ話を聞いてみるとやっぱりなかったですね。今日もだから何人かお願いをしたんだけども、理解のある方はいらっしゃるんですよ、連合の中に。だけどやっぱりちょっと組織として出られない、出るとちょっと怖いみたいな。だからね、これは小さい問題のように見えてね、実は非常に大きな問題で、まず一番具体的に分かっていることは、今新興国と日本との賃金の差、例えば中国と比べたって、まあ、名目賃金で見ても、まあ、10倍ぐらい違うわけですね。でいわゆるユニットレバーコストで生産性なんか勘案しても多分2倍ぐらい違うと。そうすると、まあ、言っちゃ悪いけど、例えばコールセンターみたいなね、そういう仕事を日本で時給800円で やってる仕事が、天津でやったら、大連でやったら、ね、時給100円でやるってなったら、俺はその日本でやるよりも大連行ってやるに決まってるわけですね。そうすると、そういうその残業代で稼ぐようなビジネスっていうのはどんどんやっぱりその中国やその他の新興国にこう取られていくわけですね。じゃあそういう状況で日本の職雇用を守るためにどうすればいいかというと、そういう新興国と競合しない仕事で稼ぐしかないわけですよ。これはまあ言うは安く行うは固くてね極めて大変なんだけど、だからそれを逆に役所がそういうね新しい働き方をサポートするような仕組み作らないと食われる一方ですよ、日本は。だから今こうなってるわけだよね、経済が。だからその勤務時間とか残業時間で給料を出すというその職業観そのものがもうね、その日本は卒業しなきゃいけないのに、そこをその役所がね、なんかその変化を妨害する側に回ってると、マスコミもね
残業代ゼロとかいうその別に後ろ向きの話ばっかりしてると、うん、いうことがなかなか救いがたいなっていう感じがしますね。じゃあ多分これからもう日本人、まあ、日本だけじゃなく先進国全てなんでしょうけども、うん、大きくは昇給しないと思うんですよね、うん、だけど日本に関してはこと日本に関しては労働時間はもう僕は300時間以上減らせる年間減らせる余地あると思うんですよ、うんうん、だそのためのチャンスと捉えてほしいですよね、うん、お給料今ほとんど横ばいでも年間で300時間以上自由時間が増えるって考えて多分、うん、そうそうほとんどの人は賛成すると思います、うん、もう一つはねやっぱりそのさっきジョーさんもちょっと言ってたけど日本はもう意味のない長時間労働が多すぎるわけですよ、うん、特にそのホワイトカラーだってねさっきのさ宇佐美さんのさ役所みたいにさ国会待機とか言ってじーっとさオフィスの中行って何もしてないでなんか夜遅くなさに職場で酒飲んだりさ NHK もやってたけどねそういうさもう意味のないその拘束時間長すぎるわけですよ、うん、サービス産業って大変だ大変だって言ってるけど実はサービス産業の半分以上はそうやってこうじーっとなんか待機したりなんかしてる時間なのでその本人にとっても非生産的だしね会社にとっても余計な残業代出してるだけ意味ないわけで、うん、そういうのはもうちゃんと割り切って成果に応じてね払う仕組みにして別に会社なんか出てこなくたっていいわけですよ。アゴラ研究所なんて全然週1回のミーティング以外誰も出てこないんですからね別にそれでちゃんともうネットワークで仕事できるんだから、うん、だからそういうふうに労働生産性上げなきゃダメなのよ。もうね週に会社みんな1時間しか出てこなくたってちゃんとねアゴラって毎日更新されるでしょ。そういうふうに労働生産を高めていくってことを考えなきゃいけないのになんかそのべったり会社にいることがさなんか働いた気になってるっていうねその発想を変えなきゃいけない。だから逆に労働者の立場から言うとね要するにその拘束されてる時間をもっと短くして自分の自由な時間をもっと持ちたいと思わないですか。これからやっぱりその自由な時間をねどう過ごすかっていうのは大変重要な問題でね。それからやっぱりその自由な働き方をいかにその可能にしていくかっていうこともね大きいと思うんですね。日本は非常に労働市場が硬直的で辞めちゃうと中途で辞めるともうどこにも行き場がないという状態になってるわけだけどそういう労働市場ではさっき申し上げたようなこう新しい産業に対応していくってことは極めて難しいわけですよね。だからその自由な生き方をねサポートするっていう行政もあるいはまあマスコミの皆さんもね、うん、そういう考え方にこう転換しないと僕は考え方転換してもこの変化はねあと10年20年かかるものすごく難しい変化だと思うんだけどそれをね役所もマスコミも妨害してるんじゃ話にならないですよこれは。だから日本経済ねいつまでたっても低迷してるわけですよ、うん一応それも役所の人は分かんないからなんですよね。役所全く分かんないの、ま、全く経産省ぐらい分かってんじゃないの。いや経産省なんだかんだ言って不自由の塊なんで、うん、ああ不自由な生き方してる人が自由な働き方がいいって言われても、うん、自己否定になっちゃうんでいや俺は正しいんだみたいな感じで制度作るんで、まあ、役所から見るとこう、ね、フリーランスでやってるやつはなんか半端な仕事やってるわとかバカにしてると思うんですね、うん、でもそういう人たちもね、まあ、役所は大丈夫だけど日本の会社もこれからねどんどんダメになっていくわけだからその一生ねそうしっかり守られた正社員でいられるはずないんですから多くの人は、うん、そういうこうみんながもう好むと好まざるとかからずその自由な働き方をせざるを得ないっていうね時代に来てるということをね今日はぜひ皆さんに知っていただきたいなと思うんですけどね。